すいませんこんばんは。えっ、ー、と、ちょっと少々遅くなりましたけども、えーえー、本日のキャスをですね、始めさせていただきたいと思います。はい、すいません、今日ちょっとですね、電波状況がちょっとひょっとすると悪いかもしれないんですが、えっ、ー、とですね、えー、始めさせていただきたいと思います。あれあれれあれれあ、ちょっと待ってくださいね。はい。えっ、ー、とですね、今ちょっと準備をしてましてですね、 えとなかなかちょっとすいません。えー、と私のこの、えーとですね、資料を見る機会のほうが今全く立ち上がってないので、ちょっと今喋、ねえー、れない状態でいるんですが、えーうでうね、まあ、今日はあのー、今日からちょうどですね、えーあのー、あ、のたまさん、いいです。こんばんは。 はいえーとですねあれ,あれちょ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 あれどこだあひせきさんこんばんはですはいあれどこいったあっりーさんこんばんはー、はい、えーとどこいったはいはいはい えっとですね、まあ、ああの、本日からなんですけれども、あの、脱放ドラッグというか、まあ、ですね、あの、ダメ、絶対、普及運動というのやってまして、えー、っとですね、まあ、薬物中毒のですね、まあ、低年齢化がするのに当たりまして、あの、まあ、そういったですね、えぇ、ー、普及運動をしていくということで、 えー、厚労省の方から、えー、出ております。で、まあ、それについてですね、ちょっとお話の方をさせていただこうかなと思いまして、えー、今日のお題は組ませていただきました。あ、ラストダンス,ラス,トダンス先生、こんばんは。はい。えー、とですね、あ、すいません、コンティニューコインありがとうございます。あらら、ヘルベス再発あ。あららら。 お大事になさってくださいね。コンチニコーンありがとうございます。いや、もうね、うん、あれまだわかんないちょっと待ってくださいね。うん。えっ、ー、とですね、まあ今日はですね、ちょっとあのー、まあいろいろ、あのー、厚労省の方のですね、にですね、まああの、えー、予告画面の方の、えー、リンクに相変わらずちょっと入れさせていただいたんですけども、えっ、ー、と、厚労省の方のですね、まああのー、 ホームページの方に、この薬物啓発に関するですね、えー、あプチナさん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんはです。はい。木崎さん、お席込み、こたまにフィーフィーあ、昨日と同じなんですね。あ、木崎さん、こんばんはです。はい。で、なんだっけうん。どういったさ。どういったんあ、いた。はいはい。はい。 あ、山さん、こんばんは。よろしくお願いします。すいません。ただいまですね。資料準備中です。すいません。えっ、ー、とですね、うん。そうですね。今日から一応ですね。ま、ああのー、7月の7日までだったかな。えっ、ー、とですね。えさん、こちらこそよろしくお願いします。えっ、ー、とですね。ちょっと今、今日は。 はいえー、6月20日からです、ね、7月19日まで、えー、と1か月間、だめ絶対普及運動と申しましてです、ねえー、麻薬および覚醒剤のです、ね、乱用防止というのをです、ね、厚労省の方で、えー、やっております。はいでまあ、これはです、ね、平成5年から毎年行っている、まああのまあ、啓発機関になるんですけれども。 はい天海さん、昨夜夜から大麻中毒者に絡まれて、大麻に向いてるとか言われてます。向、う、い、ん、<laughs> てるって言われたら、嬉しくないですよね、それね。うんうん、まあね、えー、その辺はちょっとねってなりますよね。それからまあね、いろいろなですね、まあ、そういうイベントがあります。例えば26日にですね、えーうん ヤング街頭キャンペーンとかですね、えー、都民の集いとかですね、えー、それから、まあ、地域団体でいろいろなこうキャンペーンをやってきまして、まあ、官民が一体となってですね、えー、普及運動の方をやっていきます。まああのーまあ、主体は麻薬覚醒剤にもなるんですけども、 いろいろなです、ね、共産自治体が協賛しまして、まあ、内閣府中心に警察庁、えそれから財務省、え法務省、えーまあ、最高検察庁とかです、ねまあ、あるとあらゆるところがこう連携を組んで、えー、やっていくですね、えー、ものになります。このパンフレット がまあねポスターとかがちょっとあまりかなだったんで、えっ、ー、とですね、ちょっと大学生向けのですね、えっ、ー、と、こうリング貼らせていただいてますが、えっ、ー、とですね、これはいいかなと思って今日ずっとね、見てたんですよ。で、あのー、はい、えっ、ー、とですね、大学生向けのですね、あのー、 これ高校生向けだったかな、うん、すいません、失礼いたしました。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、まあ、大学生向けの、えー、とかけがえない自分の健康のためにという、あ、ごめんなさい、これ、中学生用か。うん、についてですね、えー、今日ちょっとですね、この資料を見ながらですね、えー、お話の方をさせていただきたいと思います。 ですね、しますえっ、ー、とですねリンクにはですねちょっと探すの大変なんですがちょっといっぱいリンクにあるんですねうん、えー、こんな感じのねリーフレットが高校生用ですねすいませんね、えー、出ております、えー、健康な生活を送るためにということで えっとですね、文,文科省じゃないと、文部科学省が出している、えっ、ー、と、リーフレットになりますが、一応これ、厚生労働省の方の、えー、その、薬物広報啓発の一覧リンクの方の中の、文部科学省の、えー、機関名ですね、発行した機関名、文部科学省の中の一番下の、えー、健康な生活を送るために、高校生用という、えー まああのね、リーフレットの中の、えー、薬物の部分、えっ、ー、と、この部分をちょっと抜粋させて、えー、詳細にですね、お話の方をさせていただきたいと思います。はい。まなえまなみさんは何タイまで私の病気が改善するらしい。いろんなとんでもと。うん、そうですね。まそういうのはやめてください。あの、あの、うんとね、いろんな情報があると思うんです。 で、情報はあると思うんですけども、あのー、ね、あの、例えばね、海外で大麻がね、合法だとか、そういう情報があっても、あの、我が国では認められていませんので、えー、それはですね、えー、と、法律がある以上、きちんと守りましょう。うん。あのー、法律破るためになるわけじゃないんで、あのー、ね、それはきちんと守っていきましょう。うん。やっぱね、あのー、 たとえね、変な話なんですけどね、あのー、それなりに理由はあるんですよ。うん。大麻に関してこう国によってね、意見が分かれるっていうのは理由はあるんです。うん。まあ、なのでね、えー、まあ確かに日本はその古来ねだい、結構大麻っていうか、まあ朝をね、だいぶ使ってきた国なんで、うん、まあそういうのでね、こういろいろ、うん、あのー、両論があるのは私も存じてますけれどね、ただまあ、もう日本はその違法ですから。 うん、でやはり大麻に、ね、関して、その、健康被害ってのも実際ありますから、その辺はね、あのー、絶対にやめていただきたいと思います。はい。あ、タイガージェット猫さん、えっ、ー、と、こんばんはです。お茶ありがとうございます。はい、うん。そうですね。体まで改善する病気なんてないですよ。うん、ね、禁断症状が柔らぐだけのシュまあまあ、まあ、そうですね。はい。あ、お相撲さん、こんばんはです。あ 親子丼先生、こんばんは。はい。うんうんうん、まあ、うん、まあ、そうですね。まあ、あの、とりあえず、その、医療として、うんと認められていないもの、うん。そう、あの、それはですね、ダメです。うん、あの、本当にその辺はね、あの選択は、 うんしてはいいいけないと思います、うん、まあご自身の選択とはいえ、それはやはりダメですね。法律でダメと言ってるものはダメですね。はい。うん、七瀬先生、こっちに来いありがとうございます。卑猥いなのに、理由がある。そう。それはドクター・ラスカル先生の、もういいよ。<laughs> <laughs> うん、えっと、こんばんは、七瀬先生。はい。えっ、ー、と、そうですね。で、まあ、えー、今日は、えー、それをですね、 一緒に喋らせていただきたいと思います。でも、個人になります。うん、すいません、ね。今日ちょっと、なんか、ガスが溜まってましてね。えっ、ー、とですね。うんと、これか。すごいですよね。今日ゲップは一日中、ゲホ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 で。もう本当に。ここえっ、ー、とですね。 えっと、はい、えー、っとですね、今日なんですけども、えー、っとですね、特にこの部分ですね、危険ドラッグ、よいしょ、えー、っとですね、このパンフレットのうちですね、えー、っと、11、12個をちょっと話をさせていただきたいと思います。 これね高校,向け高校生向けのパンフレットなんですけれども、あ奈良先生コンデニコにもう1個ありがとうございます。そうですね、うん、WHO の言う健康の定義っていうか、まあ、日本国のね、法律が定めてる薬物は罰です。うん、あのこれはやっちゃだめだよって言ってるものは、ダメなものはダメなんです。はい、うん、そう。 いろいろ大まで主治医が使う価値があると考えれば、そうですね。うん、そういうことです。はい。あのー、あくまでそこはね、主治医の判断なので、うん、あのー、絶対にね、そういう、民間療法であるとか、えー、違法薬物であるとか、そういうものは一切、あのー、ね、手は出さないでくださいね。うん、あのー、本当にね、えっ、ー、と、薬物でね、 うん、捕まるとね人生変わっちゃいますんでね。うん。あとまあ結構その、まあ、うん、覚醒剤であるとか、まあ大麻は、大、う、麻、ん、もかなでもな。うん、それからまあ、あの違法ドラ脱砲ドラッグとかですよね。うん、あの辺に関してはね、うん、私はまあ、あのー、見てきてますけど、非常に回復するのがですね、 大変です。本当に大変です。あのー、うん。もう直接は私ね、そこには関与しない、知てはいないんですけれども、見ていてね、うんちょっと大変そうですよ。子供たち。うん。はい。で、ああ、石垣島のね、えー、高橋さん,ん、ちょっと存じないですね。その後どうなったかっていうのはですね。はい。 WHO の健康の定義はね、そう、肉体精神的に、えー、健やかな状態であり、えー、かつ、社会地位が、えー、確立している状態が健康。うん、ポキ。そうですね。えー、先生折れましたもう。先生硬すぎて折れちゃったんじゃないですかね。えー、まあいいんですけど。はい。あのー、うん、まあほね、あの、 まあ今、先生書いていただいた通りです。はい。でですね。うーんいや、ほんと今日はね、すいませんね。かなりちょっと、駆け足にはなるんですが、うん。もうね、これは徹底しましょう。えー、まず、ちょっとあの、えー、最初入り口から入ってきますけれども、うん、パンフレットのですね、えー、こうちょっと、 触り、えー、をですね、えー、ちょっと乗せさせていただきますはいうーんまあ <laughs> そう言っちゃうとねまあねでもまあ あのー、完全なる健康っていうのがね、確かにこの WHO のね、設けてるね、定義っていうのがね、まあ、すごくちょっと曖昧ではありますから、だから、その非常にね、そのーまあ、うーん、なんていうのかなうん、健康の標準点ってどこにあるのかなって言われると、私もそれはうんってしかめるとこではありますよね。うん、ただ、その、ね、うん。 ああいやいやいや、そんなことないですよ、愛美さん。うん、キキさんもそんなことない、そんなことない。うん。<laughs> あの、健康じゃないって自覚して、その中で暮らしていれば、それはそれで、うん、あの、きちんとね、治療しながら、うん、病気とね、うまく付き合いながら、えー、ね、言っていれば、それはそれでねあの、自分の人生がね、あの、クオリティ高いものになるんで、まあ、キキさんはね、あの病院行かない宣言してますからね。 はい。まあ、そこの辺はまあね、えー、なんとかね、できたら行ってほしいなとは思いますけれどね。えー、まあね、本人がい,いかないって言ってる以上に、まあそこはね、無理に言えないですからね。はい。うん。でですね、まあ、一応今、後ろ出てます。えー、危険ドラッグは毒だということで、これは高校生向けのパンフレットに書かれています。で、えー、と、薬物、ね。 えー、についてですね、誤解してませんかっていうのがありまして、えっ、ー、とね、<laughs> 病院連れて行くなら、無理やり連れて行くなら、言ったね <laughs> 言ったね <laughs>、うん、まあいいや。<laughs> それでですね、えっ、ー、と、はい,ててい,ていて、で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 、てうん。えっ、ー、とですね、まあ、一応ここにも書かれてますけども、うんとですね、 少々お待ちを。えーっとですね。うん。はい。はい、少々お待ちください。健康な生活を送るためにということでね。うん。はいはい。えーとですね。はい。えーと、まずですね、先ほどですね、木地で出させていただいた11のですね、薬物ドラッグは毒だというところを今からお話をするんですが、 うん、俺らの腹痛映ったあ、なるほど。無理やり連れて行ってもいいけど、もしもしと、心電図とエコーと注射合しない何のために行くね、それでも。わ <laughs>、うん、からんかなうな、ん。でですね、えー、っと、いや、腹痛じゃなくてちょっとお口が痛いですね。はい。えーっと、まなみさん、MDMA の画像が Twitter で回ってました。 まあね、いろんなの待ってますよね、うん。大丈夫なのかって思っちゃうんですけどね、正直言ってね。うん、そう、あのー、あんまりちょっと話ね、あのしょなちょっとね、あのね、何でもかんでもこうっていうのはちょっとね、うんまあんま出したくないですよ、正直言って。あんまり画像、うん。って言いながら、まあ今あの、ただこれパンフレット載ってるやつですからね、あのー、厚労省がね、公に配ってるやつね。うん で、えっ、ー、とですね。まあ、ちょっとお話しますね。まあ、薬物問題について誤解してませんかと。薬物にノーという生き方を。うん。で、薬物乱用とは、えー、所持や使用が法律で禁じられている薬物を使うことは当然ですが、その他にもあります。例えば、医薬品であっても、本来の医療目的から閲雑した方法や目的で使うことは、薬物乱用です。 お注意ですよ、うん、一度の薬物使用でも乱用と言えます。はい。うん、えっ、ー、と、うん、関さん、もしもしすればあ、ある程度わかるよ。うん。えー、それからね、うん、薬物乱用とはですね、個人から家族、友人、 社会を巻き込むですね、大きな問題となり、えー、まあね自分だけでなく周りの全ての人を不幸にしますという、えー、ものになります。はいするのって言われてもね、今すぐできませんけどね。えー、で、えー、とですね次いきますね。はい。えー、と まあこのね高校生向けのねパンフレットが意外とよくできてたんで、まあこのぐらいしかないんじゃないかなと思ったんでね、ちょっと薬物乱用をね簡潔に説明するっていうのがですね、うん。はい、えー、ということで、いきます。はい でですね、まあ、あの、こういうですね、写真とか私あんまり出したくないって言ってるのは、親やに出してるものだったらいいんですけども、あまり個人の患者とかね、まあそういうので、こう、許可を、まあ、得てるようで得てないような感じのものって私出すの嫌いなんですね。うん。そう。あ、にじるさんこんばんはです。はい。えーと、やまさん。はい、元カトウの方もジャニーズを辞めてるのかから在籍しているそうですね。はいは、いは,いはい、はい、はい。 謝ってましたよね。まあそうですよね。ファンも衝撃ですからね。えー、もさん、薬物乱用。うん、そう、さくらんね。うん、奇跡さんするの、うん、できたらする。はい。そうですね。多量服薬もねあの、いわゆる ODOD OD って言われてるやつですね。オーバードーズ。うん、ダメですよ。絶対ダメですよ。うん。ダメです。あのー。 あの医者が、えー、処方した、えー、これだけ飲んでくださいっていう量以上は絶対ダメです。うん、あの勝手にね添付文書とかインターネット転がってますからそれで上限どのぐらいとかって言って個人で判断するのは絶対やめてください。あの何が起こるか分かりません。ほ、う、か、ん、の,の薬とのですね飲み合わせとかもありますし、えー、その患者さん患者さんにあった症状で容量というのは出してますんで絶対にその自己判断っていうのはやめてくださいね。はい えー、そこで学んだのがあ、なるほどね。はいはいはい。QOL ライフですね。はい。Quality of l ですね。うん。はい。そう。氷 P1 サービス0.5。うん。ゆかける 1, 1そうですね。うん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 。そうなんですよ。うん。もしもし冷たくないですからね。奇跡さんね。はい。で、えっ、ー、とですね。えー、まずここで、えー、写真出てます。えっ、ー、とですね。 正常な脳とシンナーなどの薬物、慢性中毒の方の脳ですね、えー、中心にこう空間が空いているのをお分かりになりますかね、えー。これはですね、脳が萎縮してしまっているんですね。でこの場合、一度薬物依存になってしまった脳はですね、元の状態に戻らないと考えられています。はい、で、えーまあ、個人の問題はですね、あのー、健康被害です一度。一度でも、一度の使用でも死に至ることもあります。特にこのシンナーとかね。うん でまた使い続けることによって性格まで変わってしまうこともありますで。でも最大の怖さはですね、たとえ辞めたいと言っても辞められなくなる依存です。えー、一度くらいなら、いや、自分,や自分は大丈夫は人生を壊します。ですね、えー。これですね、本当にその通りだなと思うんでね、ちょっとこう、まあ、えー、これをちょっと、あのー、引用させていただきました。はい、そして次いきますね。 よし、はいえっ、ー、とですね <laughs> はいえっ、ー、とですねはいえっ、ー、と次いきまーすはい <noise> えっとですね次ですね家族友人との問題 で、えっ、ー、と、家族、友人とのトラブルがですね、やはりこういうですね、えー、頻発してくるんですね。うん。あ、す、すみません、今日は500だけ。あ <laughs> うん、でもね、まなみさんね、本当あの、増量したときは言ってくださいね、主人にね、必ず。うん。オーディすると ED。うーん、まあ、はい。うん、まあね。 うーん。本当ですよね。あの、子供さん、先生ね、タバコでさえね、止めるの大変なんですよ。本当、タバコは大変ですよ。やめるの。うーん。そう、信ンやらない方が良いよって、小声で話してくれた後輩を思い出します。あ、そうですね、シンナーは大変ですからね。ああ、キセイさんは高校の時オーディションしてたんだ。あらまあ。あ、細野さん眠くなってきた。うん もう、まあまあ、そういう時はもう寝ちゃってください。もうこんな遅い時間にやってる気がするですからね。後で録音聞いていただいても全然いいと思いますんでね。あ、カカ、こんばんはです。はい。あ、う、うん、タバコ、こんばんは。あ、そっか。はカカ、あの、愛煙家の方でしたね。はい。奇跡さん、私の声眠いですかね。そんな、眠くはないと思うんですけどね。一応じゃあ、ちょっと、もうちょっと高い声の方がいいか,かな。 えらい奇跡さん、オーディーしなかったうんえらいえらい。青園さん、寝るはい。じゃあ、あの、聞きながらね、えー、落ちていただければと思いますね。はい。うん。マーライオンをして入ったのでセーフです。あ、なるほど。はいたとね。うんうん。名無し先生、しかし、覚醒剤で無理やり、うん。起きて、うんらら、まあね。そう、本当寝ましょうね。うん、本当その方が大事です。はい。うん。 え奇、ー、跡さん、えー、一緒に寝ようか、先生に押われる前に。待て <laughs>、うん。えーと、それでですね、うーんと、はい、じゃあちょっとすみません、えー、と入りますね。えっ、ー、と、家族、友人とのトラブルが頻発し、心身や経済的な負担を強いることになります。その結果、えー、家庭が崩壊したり、友人が去ったりすることになります。で社会の問題。 事故や犯罪が増え、治安が悪化します。でまた、薬物は暴力団などの反社会的組織の収入源になります。社会の安全を脅かします。というふうになりますね。はい。うんうん、うん。ああ、まあそうですね。かかね。まあこれ、あの、高校生向けの資料ですからね。科学式入れてもいいかなとは思うんですよね。うん、確かにね。うん。それはね、思いますね。はい。 まあただ科学式入れちゃうといきなり見ない方ってのは実際いますよね。うん本当は科学式を確かに、カカがおっしゃる通りで入れた方が分かりやすいんです。あ、なるほどね、そっくりだね、これはまずいねっていうふうに、こう目で分かりますからね。うん。はい。えっ、ー、と、それからですね。んと、これか。うん、うんんはい。え、どこじゃないですね。はい、ここですね。はい、いきます。 えっとですね。あととととと。失礼しました。はい。えっ、ー、と、次がですね。まあ、あの、危険ドラッグとはですね。まあ、ハーブ、お香え、バスソルトなどと用途を、まあ、偽装ですね。まあ、偽って、合法ドラッグ、合法ハーブなどと称して販売されている薬物ですというものですね。うん。ああ、そうですね。あー タイトルは現状で、まあ、そうですね。注水の説明部分でね、化学式入れるのが、ああ、まあまあ、そうですね。うん、まあ、本当はその方が良かったかもしれないですね。準備する時点でね。はい。ちょっと今度、その辺工夫してみますね、各家ね。ありがとうございます。はい。うんうんうん、そうですね。ナルコプシーの、ね、方にですね、覚醒剤を使用したときはですね、うん、これが人をダメにするんだって、恐る恐る、うん、そうですね。 確かにね、うん。確かに恐ろしいですよね、うん。寝ちゃいますからね。そうですね。うん、確かにね、書くおっしゃる通りですね、えー。山さん、マジックマッシュルーム、なんとかキノコとかね、うん、言われてたのもそうです。そうですよ、うん。はい。おっしゃる通りです。まあ、えっ、ー、と、ここでね、えー、危険ドラッグは毒というのがあります。 で安全合法などと称して販売していてもどのような成分がどれだけ入っているか分かりません麻薬等の成分が含まれた危険ドラッグの所持使用え購入等は禁止されていますえそれからですね危険ドラッグは大麻、えー、や、えー、覚醒剤などの、えー、規制薬物の価格そここでねあのさっき閣カがおっしゃっていただいた価格向上式に似せ,似せて作られており 元となった薬物より強い毒性が現れることがあるので毒と同じです、うん、さらにどのような成分がどれだけ入っているかもわからないので専門家であっても何が起こるかは分かりませんここ重要なんです何が起こるかわかんないんです本当に本当にわかんないですんいで,す、うん、でそのような薬物を吸引して自動車を暴走させ歩行者を、えー、死亡させて 死亡させたり、えー、死亡させたひき逃げ事故など本人の意思に関わらない重大な事故、事件が起きています。えー、平成25年10月にはそのような薬物を使用した女性が死亡した事例もあり,ありました。うんえー、女性が強盗などを繰り返していたにもかかわらず一緒にいた男性がその場を離れてしまいその男性は、えー、保護責任者行き、えー、地次第で逮捕されていますという事件ですね。はいうん あらら、たまに一瞬だけど左胸が少し痛くなるってこと。あらーうん。ね、ほんと極論だけどね、うん、窒素やら何やら、一個多いだけでね。あ、おっしゃる通りですよ、かっか、それ。うん、ほんとに。うん。うん。そうですね、まあね、薬学学んでないとね、右と左のね、薬物やね、便ン,ンの管が危険だと思われ、まあまあまあ、そうですよね。うん。 薬学ってね、ほんと深いですからね。うん、難しいですよ。やっぱ、ほんと薬剤師さんってね、様々ですよ。うん、本当に。もう薬剤師さんいてくれることが本当大助かりですよ。うん。あれね、全部ね、まあもちろん医者も分かってなきゃいけないんですけど、何でもかんでもね、医者に専門家やれっていうのはね、それもまた無理な話だからね。あん。 あのー、その薬の専門家がやっぱりね、いらっしゃるから、ご安心してね、えー、できるってなありますからね。うんはいえー、それでですね、まああの、正常な神経細胞というのが、えー、これ、左側です、はい。で、ちょっと見にくいんですけどね、すいません。うん、で、えーとまあ、危険ドラッグをですね、加え、2時間後になるとですね、えー、っと見ていただくと、神経細胞がこうどん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 消えてるんですね。 うん、これは、まあ、マウスのですね、えーえー、脳神経の細胞にですね危険ドラッグを加えることによって、まあ、細胞が死滅した結果ですね、こういうふうに、えーまあ、ちょっと画面ちょっと、まあ、画質悪いんでちょっと見にくいんですけど明るい状態がちょっとこう黒くなっているのが分かりいただけるかなと思うんですね、うん、脳細胞がこれ死滅しているんですねで神経の連結をですね壊されているってことなんですねで一応この写真提供は、まあ、国立精神神経医療研究センターという病院 からの、えー、提供資料になりますはい、えー、それでですね、えー、と薬物乱用はですね、えー、経験者になぜ薬物乱用を開始したかと調査すると刺激を求めてとか好奇心や興味やらとか誘われて断りきれずにとか回答した割合が非常に多いんですね。うん でその背景には断りにくい人間関係や、えー、薬物に入りやすい環境などがありますということで、まあ、これはあの厚労省のですね、えー、科学研究、えー、全国の精神科、えー、医療施設における薬物関連治療の疾患のですね、実態調査というところからですね、えー、明らかになっております。はい。うん、そううううですね。うんうんうん,、うん。 まあ使う人はね、考、う、え、ん、まあ、浅いとは思いますよ、うんあの。そこまでだから考えてないから逆に怖いんですよね。核化ね。うん、そう。脳細胞が死滅した結果、今来ました。え <laughs> そうなんですか、ともりさん。うん、そう。七七先生ね、医者はね、臨床現場。薬剤師は薬の管理。薬学者はね、えー、新薬。 ヒワはラスカルのほっといてくれ。<laughs> うん。はい。そうですね。うん。そうですね。あシナプスの再取り込み疎外薬って。<laughs> 全く <laughs>。で、えっ、ー、とですね。まあ、あの、薬物の乱用はですね、まあ、好奇心と誘惑から非常に始まることが多いので、まあ、危険な場所に近づかないこと、まあ、逃げるのも勇気だよと。それからあの、薬物を進めてくる友人とか恋人ですね。うん。それはね、もうあなたにとってね、 大切な人じゃないので離れましょう。うん、で、あのー、まあ危険なロックについてのですね、詳細に関しては、まああのー、ん、<laughs> まあぜひこのキャス聞いてやめましょうね。はい。うん、そうそうそう。そうですね。専門ってなると万のうんって思い込んじゃうって本当ね。依存しちゃう人たちに要注意ですよね。はい。卑猥ダメ絶対。うん、そうね。うん。 なるほどね。<laughs> はい。それでですね、まああのーうん、もしですね、えー、まあそういうですね、えーまあ、あなたの身の回りに、えーね、そういう、まあ怪しいですね、誘惑がまあ忍び寄ってきたときはですね、まあどういうふうに、どういうところにね、こう話したらいいのか。 っていう話です、ね、まあもうインターネットで検索してみましょう。えー、怪しい薬物連絡ネット。えー、それから薬物乱用防止相談窓口というところにですね。まあもうこれで相談していただければ。えそうですね。ああ、親子丼先生、そうですよね。薬物を断ち切れる新薬が出るとほんといいですよね。うーん、本当ん、とうな。 まあただね、まあ、あの薬物をね、こう断るって、すごくなかなかね、勇気いることではあるんですよね。うん。はい。えっ、ー、と、それでですね、はい。えっ、ー、と、まあ、次いきますね。はい。で、まあ、次はですね、まあ、喫煙であるとか、まあ、飲酒薬物乱用を始めないためにということで、えー、お話をさせていただきますね。 えっとえー、とですねはいまあちょっとこれ途中まで入っちゃっていますけれどもえっ、ー、と皆さんは小学生の時から、えー、喫煙、飲酒、えー、薬物乱用の害について学んできています、えー、始めてしまうのは害に対する認識の不足だけではありません若者の間でも大麻、えー、などの 薬物を使う人が増えている理由を尋ねた調査結果からも、なぜ害があるのか分かっていても始めてしまう人が多いです、はい。それから、喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、宣伝、広告や入手のしやすさなど、社会環境によって助長されると考えられています。ということですね。はい、うんそうなんですね。 結構ね、あの、本当にね、あの、今、あの、その、えっ、ー、と、こう、どうして、あの、そういうね、薬物が低年齢化しているかっていうと、本当に手に入りやすいのと、身近なところに本当迫ってくるんですね。んなので、非常にもう、小学生でもそういうのがあるぐらいなので、本当そこはね、あのー、注意していただいた方がいいなって思います。 あのー、本当にね、本当に本当に身近にあるんで、びっくりしますよ。うん。はい。それからですね、まあちょっとこれ割合の表なんですけれどね、そう、痩せるよとかね、当初は無料でね、安易に配ったりとかね、うん、そう、田舎でもね、隠れてね、た,たまろうってタバコを吸ったりかね、酒飲んでたやついますね。うんうん。そう、30年ほど前はね、カオス ほんとね、そんなのばっかりですもんね。うん。タバコを吸ってるね。うん。学生とかね。よく見ましたよね、昔ね。うん。全然いいことじゃないですけどね。だからやっちゃダメようなんですけどね。うん。痩せるよはスピード。学生剤ですね。うん。全くその通りです。はい。 <laughs> そうなんですね。このキャスト面白い。<laughs> ありがとうございます、ともかりさん。うん。まあ、あの、皆さんこうね、いろいろ書き込みしていただいてるんで、まあ、多分私のお話よりも、そっちの方が楽しいのかなとは思いますかな。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、カカそうですね。大阪なんでね、めちゃくちゃでしたか。<laughs> あ,あんま変わんないですよ。<laughs> 私の世代は。はい。うん、私、ちょうど高校生の時はね、東京いましたけどね。はい。うん あ、ですね。えっ、ー、と、JT、ブリティッシュアメリカンタバコ、フリップ・モリスは、うん、FCTC、うん、のね、違反の CM 打ちまくってます。そうですね。まあ、あの、日本はね、比較的、あの、タバコに関する CM のこう、基準が、まあ、以前よりはちょっとね、厳格化されてますけど、まだ緩い方なんですね。うーん、なのでね、うん。 まあ、あの、そうですね。まあ、あの各家ね、小学生の頃は東京やったんでもっとひどかった。<laughs> そうですね。結構まあひどかったと思いますよ私。うん。うん、でね、まあ、そう。で、まあ、一応すみません。ここに数字出てますんでね、ちょっと参照していただくとなんですが、えっ、ー、とですね、薬物がですね、簡単に手に入るようになっている理由ね。えー、おまあ、男の子だと順位が一位。 割合が男の子で言うと73.5%。これに、ね、あのーえーと、高校3年生が考える大麻などの薬物を使う人が増えている理由の中で、そう思うと回答した割合についての話ですね。はい。えー、と、まあ、薬物が簡単に手に入るようになっている、えー、これが1、男性、男子、男子の中で1位。 割合73.5%、女子も1位 77.、77.7%、えー、それからですね、友達、仲間、先輩、後輩に勧められる、えー、これが第2位で46.2%、えー、女子に関しても2位で50.8%、えー、それからですね、1回使っただけではね、体、心や体に害がないなどの薬物を使うことへのですね、 えー、怖さの有、えー、害性危険性について誤った情報が溢れている。これも3位ですね。はい。うんまあ、昔はピロポンとか OK でしたからね。うん、そ,うそうそうそう。海外パッケージだとね、そう、手足が腐った写真ね、8割載せるとかね、法律でね、うん、決まってますからね。うん、で、えー、っとー、 まあ、その一回使っただけでっていうね、そういう危険性のあやまた情報が溢れてるっていうのがまだ第3位になります。えー、36.5%、女子も3位で38%、えー。それからですね、インターネットなどで、インターネットなどに薬物を使ってみたいと思わせるような情報が載っている。これが同じく、えー、男子は4位になりますねで。女子は5位に理由になります。えー、男子31.2%、えー、女子 5, 5位で、 30.4%ですね。はい、うん。確かにね、ゆりさんね、大芸能人はないですよね。うん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 。ラスカル・ヒロポン。<laughs> いや、ヒロポン随分昔ですけどね。はい。えー、ね、それからですね、まあ、薬物を使っても全ての人が警察に見つかるわけではない。これがね、意外とあったのびっくりしましたね。うん。が、男子は5位。 30.1%、えー、女子は6位、25.6%、うん、それからですね、えーうん、この辺ちょっとね、まああの、下位になってきますけど、下位って言っても5、まあ、位,位とか多い方なんでね、ちょっと、えー、考えてほしいんですけど、学校とか家庭が面白くないからっていう理由で、こういう薬物始めちゃう子もいるんですね。これが男子は6位、29.9%、女子が4位、33.5%。うん それから社会のルールを守ろうとする意識が薄れている。これ7位。えー、男女とも7位。えー、男子23.4%。女子15.9%ですね。これは文部科学省の薬物層に対する意識などの調査ということで、24年にやっている検査の、あの調査になりますね。はい。うん。で、まあ、あの、次ですね。はい。えー、なぜ薬物が簡単に手に入るようになっていると感じるのでしょうかと。で、インターネットの普及もその、 余韻の一つかもしれませんということで、そうなんですね。亡くなった利用者の方でヒロポンでビーカンを、あららうわ、うわ、うわ、あ、本当に、お気の毒様でございます、本当ね。はい。うん、で、えっ、ー、とですね、なぜ薬物が簡単に手に入るようになっていると感じるのでしょうかという質問 質問。インターネットの普及もその一因かもしれませんと。で、インターネットの量には本当注意が必要でして、まあ、世界中とつながってますからね、いろんなものが、えー、通販で買います。で、インターネットを通じてですね、危険ドラッグを注文し、航空便で輸入して、えー、完全の荷物で見つかるなどして注文した人が多数逮捕されています。これ注意してくださいね。うん。あの、日本の法律では、あの、インターネットで売ってるものでも、 うん、それが輸入しようとした人間。うん、捕まりますからね。うん、これ気をつけてくださいね。はい。うん、ヤンキー漫画、ね、えー、映画。 タバコなどでですね、シーンが多く昔そうでしたね、確かにね。うんうん、であの、情報社会の中でインターネットを適切に使用できることは、まあ、これらのですね、えー、ますます大切になっていくと思います。で、インターネットの利用に関しては、家庭内でしっかり話し合ってですね、えー、友達で同士でもですね、えー、ルールを作っていきましょうというふうになります。はい。えっ、ー、とですね、まあ、この、うん、まあ、あのね、 まあちょっとこの辺になってくると、今ね、皆さんが使っていただいている、いわゆるあの、ネットですね。うん。まあまあ、このきちんとね、使い方をね、ご家庭で教えていただくということ。うん。それからまあ、あのもうね、ご自身でですね、聞いていただいている方に関しては、もうきちんとね、あの、自分でね、線引きしなきゃダメです。あの、どん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 ね、ハマってきますから。うん。えー、ね、携帯とかね。 えー、その辺に関しては、えー、きちんとですね、えー、ルールを作ってください。で、これの検索キーワードは、携帯スマホ、正しく利用できていますか、えー、?2017、えー、高校生検索というのでですね、うん、出てます。はい。選べきや、積み木のドラマ、うんうん。そう、海外でね、所持していれば捕まえることができるからね、まあね、 うんまあ、絶対数的には増加しているのか減少しているのかって、まあデータの取り方もね、うんうんうん。まあそれありますけどね。まあ、あのね、低年齢化していることはこれ私は確かですね、学科ね、うん。そう、うん。インフォメーションリテラシーの訓練というのは、そう、本当に幼稚園からやるべきですよ。うん。家庭で見ていると、あーってなることも多いので、絶対数の増加量が多いですね。うん はい。そう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 。まあニコチンね、ハワイでこのノード、まあ,順あそうですね、ありますね。はい。ほんとネットの両方で何が世界とかはあるのかねって言われるとね、なかなかね、うーん、そう。うん、あのね、やっぱりね、その、ほら、うん、これ、 本当も持論で申し訳ないんですけど、私のね。あの、何でもそうなんですけど、あの、危ないから持たせないとか、うーんと、その、危険だからやらせないとか、あの、ダメだから、こう、うん、ええー、まあ、 もう物理的にできないようにしてしまうって、全然しつけにも解決にもなってないんで、そう、あの、過去おっしゃってますけど、ネットはツールなんで、正しい使い方をね、教えていかないとですね、包丁と同じで、えっ、ー、と、ダメなんですよ。うん。だからあの、取り上げることは簡単ですけども、あのー、あまあね、うん、あのー、 ま、その辺ね、取り上げるのことが解決じゃないよと。きちんとしてね、正しい使い方を教えていくことが、ええー、ね。まあ、解決策だよということをですね。まあ、ちょっとご理解いただいてと。私は思いますね。はい。はい。えっ、ー、と、そしてですね。まあ、えっ、ー、と、次はですね、知人や友人への対,対応ということですね。ちょっとお話しさせていただきます。はい。 え対処方法ですね。はい。うん、はい。えっ、ー、とですね。はい。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、社会、まあね、知人や、まあ、友人の対応なんですけども、まあ、社会環境についてはですね、法的な整備を含めた適切な対策が必要です。えー、皆さんが入所しやすい場所や、 えー、人に近づかないようにすることも大切なことです。うん。だからあの、そういうことをきちんと断れるってことですよね。うん。ハイジャック犯とか捕まる日のために日本人は海外でも捕まえるようにしたんです。うん、そうですね。できますよ。まあ、あの犯罪協定、身柄引き渡し協定とか、引き渡し協定ありますからね。うん。で、えー、っとですね、それから一方、えー、喫煙、飲酒、えー、薬物乱用などの行為は、好奇心、投げ入れな気持ち、 過度のストレスなどの心理状態、はい、それからですね周囲の人々の影響や人間の関係の中でも生じてくる断りにくい心理がですね関わっています。男女とも約半数の高校3年生が大麻などの薬物を使う人が増えてきている理由として友達、仲間、先輩、後輩に勧められたりすることを挙げています。それには人間関係の中で生じてくる 断りりにくい心理への対策を考える必要がありますまた、それでですね、まあ一応、まあ、不適切なコミュニケーションはということで、えー、書かせていただいてます。はい。で、うーん、まあ、この辺なんですけどね、まあ、あの、非常に断り方大事になります。うん、そうです。あの、一人で喋ってました。<laughs> はい。うん、ラスカルショカのパン祭り。 うんうん、どうして学校が家庭がって言いますとですね、やはりですね、家庭ってね、あの、社会の一番小さな社会なんですよ。うん、ね。だから、あのー、うん、なんていうのかな、その、うん、なんていうのかな、まあ、その一番ね、うん、小さいところなんで、 うん、あのそこでうまくいってないと、やっぱりですね、こう薬物をですね、えー、やってしまったりします。なので,、えーとですね、やはりそのご家庭の中でもですね、えー、きちんとこうコミュニケーションを取っていただいて、えー、自己主張をですね、きちんとすること、ただ、えー、その中で、えー、ここに書かれてますけどね、相、え、手、ー、をですね、えー、脅かしたり、 けなしたりすることなく、自分の意見を論理的、合理的に主張しましょう。また、相手の意見を聞き、相手の権利を尊重しましょう。ポイントは伝えたいことをはっきりさせておく、良い姿勢で話をする。明確に落ち着いた自信のある声で話す。適度に相手の視線を合わせるということですね。 うん、そうですね。まあ、あのー、心の隙をついてくるっていうところもありますけどね。うん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 。うん。仕事もつらいよ。家庭も気づいてないよ。首でもつるよ。こらこらこら。心の隙間をついてくる。まあね、ありますよね、うん。で、まあ、あの、不適切なコミュニケーションっていうのはですね。 受け身になりすぎていませんかというところ。えー、まあ、相手のね、言いなりになったりとか、えー、必要な時にですもね、自分のね、意見をですね、えー、控えめにしたりとか、自分の権利がですね、侵されてることっていうのもですね、えー、諦めちゃったり、うん、おしにもう、いいやいいやってとこですね、受け身になりすぎちゃってね。うん、それからあと逆に攻撃的になりすぎてもダメなんですね。 うん、相手の権利を犯したりとか、相手をけなしたり、無視したり、えー、自分の欲求を通そうとするとですね、うん、まあ、それもですね、えー、と逆効果になったりします。ですからあの、相手を憎んだり、それから自分をダメな人間だと思ったりしてしまったりですね、相手が怒ったり、不快になったりして、えー、関係がですね、 えー、まあ、壊れることなどがあるので、まあ、その辺はですね、こう、まあ、こちら今、画面出してますけれども、まあ、同じもの、これね、あのー、リンクありますんでね、うん、仕事終わらん、つらいですね。仕事に出られない、つらい。うん、うん、わかります。うん、面倒くさいからっていうのもね、そう、さらっとブロックしてる。うん、そうですね。うん。 そうですね。まあね、手帳取れないとかね、うん、お嬢もつかないとかね、うん、うん、うん。でまあそういうときにね、あの、自暴自棄にならないでくださいね。あのー、まああの、ちゃんとそういうのはですね、あのー、お話をですね、こう、聞く場所というのは必ずありますんで、えー、その辺はですね、こう自暴自棄にはぜひならないでいただきたいなって思います。はい。 えーとですね。まあ一応今日こんなところなんですね。はい。うーん。うーん。まあ本当はですね。えーとですね。まあちょっともうちょっとお話が、えーとしたい部分もあるんですが、まあ、あの、要はですね、薬物の内容の、こうなんていうのかな、原因を作ってしまうのが、 人間関係なんですよ。で、その人間関係の、まあ、気づく、まあ、一つのね、えー、場というか。で、まあ、その、例えば、学校で起こっていることとか、こうね、家で話しやすい環境を作るとか、うん、ね、人にね、よるし、根本的なね、ところをつくと逆切れされるとかありますよね。 うん、だから、あのー、やはりですね、その辺はこうね、意思をある、ね、ある程度しっかり持っていただいて、うん、というのは非常に大切になります。はい。うん。で、あのー、いろんな情報が、やはりあのー、世の中溢れてますんでね。うん。なので、あのー、まあそういったね、うん、情報をですね、 まあ、きちんと精査する方法。だから俺、インターネットもそうですよ。うん。あの、本当にあのー、ちょっとね、昼間は見受けしましたけどね。あのー、うんね、ね。私はもう何されても言っちゃいますけどね。もう、もう本当に、あのー、池田俊恵さん勘弁してくれないかな。うん。何を言ってるんだろうな、と思っても。もう本当も、もう、 もうな何って感じ <laughs> うん。だからもうね、あの、公人でもそういうこと平気でもう、わけのわかんないデマとか、もう、ありえないこと言う人いるんで、もうきちんと情報って精査しましょうね。うん。あのー、もう平気でその自分が、 えー、いわゆる議員っていう公職についてるってことであのきちんとこう,もうね、あのー、地道に草の根でこう正しいことを言ってる、まあ、医者に対してね、うん、とんでもねえとかそんなようなことをね、うん、平気で言ってきますからね、うん、私らその厚労省からお免状をいただいて <laughs> あ本当にあのー、仕事してるわけで、みんな一人それぞれ思いがあってやってるわけですから、あれはない。ね、あ医者に向かって吐く暴言。うん、あの患者のことを考えてない医者なんかいねえから、どう考えたって。うん、絶対いないから、うんうん。本当に、もういい加減にしろよって言いたいですよね、本当に <laughs>。 うんとにもうねまあいいんですけどねということなんで、まあ、薬物に関してもそういうデモとか転がってます大麻の情報なんかもね、えー、そういうとこありますよ、うんねあのー、カナダでは認められてるのにとかそういう話出てますようん本当ですよね虹色さんね本当医療者なんだと思ってるんですようん うん、まあね、かっかね。まあ、それはね。うん、うん、うん。うん、そうそうそう。あ、そう。ああね。あの、うん、うん、うん。まあ、おつみくんはね。うん。あれは、ひどい。あ、うん、いつはただのハマクチンじゃない。うん、まあ、いいんですけど。うんまあのね、ちょっとすいません。ちょこっとだけ、5分くらい、ちょっとオばバーしますね。え、あのー、ちょっと大事なとこだけお話したいんですけども。 いろんな情報流れてきますで。薬物に関してもそうです。その大麻のことに関しても、ここの国では合法で、えーね、ここの本では合法だから、そんなにが毒実は毒性はないんだよとか、えー、GHQ が、まね、占領する前は日本では大麻は普通に使われてた。 その通りです。その通りなんですけど現行の法律では大麻、あのー、は禁止されていますそして、えー、GHQ 占領以前にも大麻を、えー、いわゆる大抵吸入するということはしていません、あのー、朝というものを非常に日本人は友好的に使っていたというだけであっ で決して大麻が合法であったというのはこれは誤りです、うん、なので、あのー、そこはですね皆さんちょっと間違えた情報というのが、えー、結構入ってくるかと思いますのでその辺は注意してくださいで実際にいろいろ大麻というのはあります、えー、海外に存在していますでただ、えー、とそれは医師が必要と思った時に使っているものであって 一般の方が自己判断で使っていいものではありませんので、えー、その辺はですね、十分に間違いのないように、えー、間違えた情報を流されて、えー、間違えたものを拡散しないように、えー、気をつけてください。はい。うん、えっ、ー、とね、まあ、ちょっとその辺だけはね、私ね、ちょっと、どうしてもね、えー、お伝えしたかったので、 ねうん、そう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 。あの、確かにね、その酒とかタバコに比べると、毒性、中毒性がないように言ってる人いるけどですね、よくないわけではないんですよ。もうその通りです。だから、あの、うーんとね、もともとタバコに対する、うーん、なんていうのかな、規制が甘い。日本。うん。で、毒性、中毒性って言われると、 うん、ちょっとね言葉が曖昧なんですけど依存性っていうものに関しては大麻もタバコもあんまり変わりません、うん、ただあのー、も,ともとタと大麻を吸入するっていうことはあのー、ちょっとね使い方違うんですよ、うん、だから、あのー、はっきり言っちゃうと美味しくないですよあんなの、うん、でええー だからもう酒もタバコもね、うん、もうできればね、と思うんですけど、まあお酒もね、まあタバコもね、まあその辺はね、うん、できたらもう本当にとは思いますけれど、うん、ね、そう、あのもう法,、まあ、法律でダメなものと法律で許されているものはそこ違うんで、で、法律で許されているものでも、あの、医者っていう立場から、まあこういう部分は毒性あるよとか、そういう、そういうのってこう、年々変わっていくんですよ、実は。 論文とかね、いろいろ出てきて、研究されて、いろいろ変わってくるので、その辺はですね、きちんとこう、あのー、そういうものがですね、まあ、各医療学会で論文が発表されて、それをこう、いろいろなね、うん、その学会に所属する医者の中で話をもんで、うん、それで一つの見解として出してきますんで、学会が。それまでは、一研究者の意見なんですよ。 なので、あのー、そこはですね、ちょっとあのー、まあ、誤解しないでいただきたいな、というふうに思っております。はい。うん。そうですね、タ大麻、泡されるためのものでね、毒性があるからね、煙吸うなと言われてましたよ。そうそうそう、そうそうなんです。昔分かってたんですよ。あのー、ほんと。うん。 非常にいいものだったんですよ。あの、朝自体がものすごくね、物流、そう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 、うん、あの、物流物をね、うん、持たせるためにね、本当、うん、便利なものだったんですよ。うん。だから、あの、タイマーが合法だったわけじゃなくて、朝を上手に使ってたんです。うん。戦前は。うん。そう。だから、その辺が使い方が違うので、あのー、ちょっと気をつけてね、と。で、原稿は、 法律で栽培することも禁止されているのでダメよということですね。はい。そうですね。とんがりさんね。はい。うん。まあ、そういう話になります。はい。すいません。じゃあ、あの、えー、ちょっと延長5分しましたけれども、えー、すいませんちょ。途中中断がありましたんでね。えー、本日はですね、えー、この辺で、えー、キャスの方を終わらせていただきたいと思います。はい。うん、まあ、あの、 ちょうどね、まあ、今日から1ヶ月間、えーまあ、こういった薬物のですね、えー、根絶するための、えー、やってますんでね、あのー、ちょっと今一度ですね、まあ、そういった話をご家族とかで、えーまあ、あえて見直していただければね、えー、良いのかなと思います。はいあのー、やはりですね、うん、大事ですよ。 あの本当に性教育とかも大事ですけどこういう薬物に関してもですねやはりすごく大事なので、あのー、そういう話もですねこうきちんとできる機会がねご家庭にあればいいなって私は思います。と、はい、ういうことですいません、あのー、中断も含めてですね、えー、お時間になりましたんで、えー、この辺で終了させていただきたいと思います。 すいません。えっ、ー、と、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。はい。あ、すいません。本当にありがとうございました。皆さん。はい。あ、ご単語ありがとうございます。はい。すいません。ちょっとあの、外今口が痛いんでね、なかなかちょっと喋りづらいんで <laughs>、ちょっとそれもあるんですが <laughs>、はい。あの、ちょっとお聞きづらかったかと思うんですけれども、ええー、まあ。 申し訳ないかったと思います。ちょっと先、突然ちょっとね、回線切れたりとか、えー、聞こえなくなってしまったりとか、ちょっとありましたんでね。はい、申し訳ございません。あ、山さん、お団子ありがとうございます。はい。それではですね、えー、本日終了させていただきたいと思います。すいません、ご視聴ありがとうございました。はい。では、えー、皆さん、おやすみなさーい。あ、ゆめさん、お団子ありがとうございます。失礼します。